こんにちは、ラス大輔です。今日は松本に来てます。で、松本ということで、松本山形選手とコラボをしたいと思うんですが、昔からの仲のいい選手でもある田中ハイマ選手に今日はやってもらいます。お願いします。お願いします。お願いします。ハイマはマリノス行ってベルディちょっと行ってるけどね。でその後またマリノス戻って、でその後山形だっけ、名古屋、あ、名古屋か、うん、名古屋挟んで、山形、うん、僕プロ18年目なんですけど、ハイマも10年下なんですけど19年目、うんうん、対談ですよ、なんかね、もう改まって、うん、やめよ。じゃあもうここごめん、ここあれだね、ザックバランに行こう。そうそうそう、年は1個違うけど、もうほぼっていうか同期よね。そうだね、うん、むしろ上誰が違う誰が、まあ、最初に松田直樹さん、うん、すごいキーになった人たちの試合に。そうだね、特にね、かなり俺にとってはね。お前にとっての松さんっていうのはどう？まあでもうちらはやっぱマリノスの時さ、まあ今はもうそういう選手少なくなったけど、やっぱり松さんの全てを知ってるわけじゃん、うん、ね、うん、いいところも、ね、悪いところもね全部見てきたよね、本当に、うん、全部見てきた。すごいよね、でもあの人はね、いないよね、いないね、あの人ね、いないね。俺はね、その試合一緒に出てた時に、うん、最初とか松さんと気使ってたのよ、うんうん、で、松さんがもう何でも言ってこいみたいな、うんうん、文句でも何でも言ったら、ね、試合中何でも言ってこいっていうのを松さんが言ってくれて、うん、で、そこからもうめちゃめちゃ試合中喧嘩、うん、まあ喧嘩っていうか言い合いするような、まあ、喧嘩では喧嘩、俺だってちょっとね、俺らしたんでね、しょっちゅう喧嘩したもんね。何やってんだもんね、あれ出てけよみたいな感じで言われる。もそうだよ、お母さん、はい、今交代させてよってね。そうなんでお母さん、監督お母さんでね、うん、何回も言われた、もう、はい、まあ、いらないから、交代とかで、あの、それに対して、俺とかは、その、お前が出てけよ、そう、俺たちはね、そう、なんだよ、すねえなって、お前が出てけよ、お前、そんなこと言って、お前、やられたくねえやつね、そうで、そういうのを、受け入れてくれたし、うん、でもそれで、絆は深まってよね、そう俺たちとね、うん、本当に、そういうのがあったから、俺も生き生きっていうか、その時になんか、本当そう、なんか熱いものをさ、ね、うん、もらったじゃん、本当そう、その情熱はね、俺たちのサッカー人生に生きてるよね、かなりね、ね、やっぱり。でさ、その俺ちょっと聞いたんだけど、うん、その山鹿に移籍した大きな理由の一つでもあるでしょ、うん、もちろんもちろん。だからその時の思いっていうかどうだった？でもこの松本は俺が生まれ育った町で、あ、まあ、そんな町に松さんがまさか松本山鹿のユニフォームを着てピッチに立つなんて思わなかったわけじゃん、俺たちがいきなりマリノスの時から、マリノスから山川に移籍したわけじゃん。でもその時に、まあ、俺の中ではなんか自分の地元に松さんが行くなんて思ってて、まあ、松本の人たちはみんなそう思ってたと思うけど、うん、それでまあ俺もタイミング的に名古屋を退団することになって、うん、まあ、いろんなチームからね、正直話もあったし、 J1 のクラブから話もあったし、いい条件のチームもあったけど、でも俺の中ではもう山川からオファーがあれば山川に行きたい気持ちがあったんだよね。まあ、それは松さんのこともそうだし、まあ、いろんな、ね、地元でもそうだし、何か自分で、ね、松本に対してできることがないかっていう、そういう思いがあって、そういうのがいろんなのが重なって、ね、今はこうやって3番のユニフォームを、ね、着てプレーできてるけど、うん、俺はやっぱりいろんな松さんとやってた選手の思いを背負ってじゃないけど、それを代表して俺は着けてると思ってるし、うん、実際さ、俺はそれ聞いてたじゃん、うん、電話で話してた、移籍する、うん、で俺は正直俺その選択はその時聞いててね、うん、俺には真似できない、うんうんうん、まあ、まあその地元っていうのはあったかもしんないけど、でもプロとしてそれを選択して行ったじゃん、うん、で今でもずっとそれはさ消えずにいるわけじゃん、うん、お前の中で、うんうん、でもさ環境面だったりさ、うん、まあもう全然違うわけ。そうだよ、だからお前全然違う、名古屋から行ったわけじゃん。そう、もうどうやった、どうやった、全然違うよ。でも俺はある程度まあ山川のことをね、理解した上で決めたから、もうね、一言で言うと覚悟を持ってきた。だから環境面だとか条件だとか、ああだこうだ、チームのねレベルもそうだし、そういうのをもう全部覚悟を持っていくしかないなと思った。で、その覚悟がぶれることはなかった？ない、全然ない。もうだって全然中途半端に行きたくなかったし、うん、その3番をつけることもそうだし、だってもう名古屋の時からこのチームに来ていきなり練習から選択も自分だし、うん、そうだよね、そうだよ、
もうそっからだよ。で、練習場人工芝だし、クラブハウスないし、もう環境はもう全然違う。でももう覚悟を持っていくから、もうそのことに対してはもう自分にとってはあまりこう不満だとも思わなかったし、ストレスに感じなかった。もう最初から感じないようにした。あまりそこは考えないようにした。どんなことが起こっても、そうそう、どんなことがあっても受け入れて、そこをストレスとかに感じてたら、まだ松本山はね、よ、変わらない時だったから。でも俺がこのチームを少しずつ変えていかなければいけないなっていうふうに思ったし、ここのチームに来てね。でもそれは例えばだけど、俺がいたマリノスと同じようにするのも違うし、グランパスと同じようにするのはまた違うじゃん、ビッグクラブと一緒に。このクラブにはこのクラブのいいところもあるし、変えちゃいけないこともあるわけじゃん。だから俺もそれは結果を出しながら、より良い環境とかこのチームに合ったやり方に変えていこうかなと思って。そう、まだまだプロフェッショナルな部分じゃないのがたくさんあったから。ああ、そうなんだ、うん、いや、すげえなと思って。何年目よ、山は。今、何年目？6年目なんだね。その移籍してきた時と気持ちはなんかあんまり変わってない、うん、そう。え、山がのさ、今はじゃあマリノス、バイルディ、名古屋で、山が来たんだけど、そのサポーター、うん、お前から見て、うん、どんな感じ、その色っていうか、うん、どうだろう。なんかみんなのイメージはさ、うん、サポーターが熱くてとか、うん、そういうイメージあるでしょ。でも俺は、うん、俺が思うに、やっぱ俺はマリノスの時も、うん、ベルギーの時も、うん、名古屋の時も、やっぱファンやサポーターとの絆とか、うん、なんだろう、情熱っていうのは大切にしてきたと思ってるから、うん、なんかどこかのチームが特別っていうのはなかったかな。でもやっぱり自分が生まれ育った街じゃん、うん、そうだね。そう、なんかその思い入れっていうのは、やっぱそのマリノスとかグランパスとかそういうのにはないものはあるよね。自分が生まれ育った街のでファンやサポーターに応援してもらえるっていうのは、なんか感慨深いものがあると思わない？思うでしょ。ちょっと話は全然変えんだけど、うん、俺 YouTube やっとるじゃん、うん、お前どう思った？え、 YouTube 始めた時、いや、興味あったよ最初は。そう、うん、あー、なんか新しいことやりだしたなみたいな、ちょっとナスらしいなって思って、興味あった。どう行くんだろうなって、この先ね。そう、いや、最初はね、めっちゃ迷ってたよ、うん、で迷うじゃん、最初はね。そうでもやったらさ、そう、やってもうとくとん行くじゃん。やったらもう、ね、だからそれこそ覚悟じゃねえけど、そう、もう覚悟、もうこうやんないとね。そう、覚悟って言ったら、ね、中途半端にね、そうでやる男じゃないし、まあ結果的にさ、あのサッカー選手がさ、良さを伝えたいとかさ、うん、まあ俺らファンに支えられてるでしょ、うんうん、その垣根を越えてさ、まあファン同士は別に仲良くてもいいじゃん、どんなチームを応援するっていうだけであって。だからそういうさ、サッカー選手の魅力とか、なんか選手とそこの距離をさ、うん、サポーターの距離を縮められるコンテンツの一つだと思ってさ、うん、なんかあるの、きっかけはあるの、なんか一番最初なんかきっかけは、俺なんか人に伝え、パッとこう浮かんだ、人に伝えのが好きなの、うんうん、なんかこう言葉で、うん、言うのが好きだったから、うん、それまあ多分松さんとかの愛影響で、なんかこの熱量を人にこう伝えるの。でもそれはさ、昔はさ、選手に伝えるのはすごい好きだった。そうそうそう、好きだった。すっごい若いやつとかもそうだし、うん、熱く語り、うん、でもそれをさ、例えばファンとかサポーターとか外の人に伝えるのはあんまりさ、全然なかった俺。好きでもないし、得意じゃなかったじゃん。で、SNS も好きじゃないし、なんでかなって。それは俺は多分もう裏相手からなんだけど、うん、見られて、ああ、そうだね、周りの人の影響もあるね。周りの人の影響サポート、ちょっと違うもんね。違う、なんかこの声かけとかでも、うん、週末頑張ってくださいって、うん、試合頑張ってくださいっていうのがよくあったんだけど、うん、でもどのサポーターの人にも、あの週末頑張りましょうって言って、うん、それ、もう年齢かけなくて、うん、みんな言ってて、で本当その人なんかこう、まあみんな命をかけてやってるかもしれないけど、それが言葉に乗っかって、もろにさ、ダイレクトに伝わったね。だから、こういう人たちに俺は支えられたんだっていうのを改めて気づいて、うん、で、こういう人たちのために逆にプレイヤーの時は勝ちたい、うん、じゃあより一層このチームが良くなるために、うん、じゃこういう人たちに何したら返せんだろうとか、うん、そういうのを考え始めるようになって、うん、でも30超えてから、うん、それでから人に伝えたいっていうようになって。でもちょっと分かるわ、なんか分かる。やっぱさ、年齢重ねるとさ、俺今ね、このチームに来てから、うん、もちろんサッカーで、うん、優勝したいとか、うん、代表に入りたいとか、うん、山川ね、うん、J1 の舞台で成功させたいとかあるんだけど、それもそうなんだけど、それよりかもなんかね、例えば山川だったら、うん、スタジアムでさ、おじいちゃんとかおばあちゃんがよく見に来るわけよ。で、それがやっぱスタジアム近いから、うん、練習場にもそうなんだけど、うん、見に来るの、うん、なんかそういう人たちを
喜ばせたいとか、そういう人たちを笑顔にさせたい気持ちが強くなってくるの、年取ってくるとやっぱ変わるよね。めちゃめちゃ変わった。そういう人たちのために頑張りたいとか。そうなんだよ。松さんのどういうものを感じて、今そのなんかこう自分のものに残ってるかっていうか、特にプレー面なのか、それが言葉なのか、なんだろうな、それよくね、そういうの言われるんだけど、言葉で表すのは難しい難しいんだよね。でも俺はやっぱり、俺もそうだけど那須もそうだと思うけど、松さんとやった選手なんかはそれをやっぱり伝えたい気持ちがあるんだよね、すごいね、周りの人にもそうだし、やっぱそういう選手がいた、そういう人たち、日本サッカーにこう貢献してくれた、そんな素晴らしい選手がいたことをやっぱり俺も伝えたいし、言葉で伝えられないんだったら、俺はピッチの上でそういうプレーをして背中で俺を感じ取ってほしいと思う、だから俺のプレーを見たり、まあ松本にいる人たちは俺が普段からやってるトレーニングを見て、若い選手もそうだし、ファンやサポーターもそうだし、それで何かを感じ取ってほしいかな俺は、そのつもりで俺は松さんのいいところだけは盗んでやってるし、その悪いところは、悪いところはこういうことしたらチームにとって良くないんだとか全部教えてもらったから、あ、これしたら上の人がこういうことしたらダメなんだなとかね。じゃあ最後に、この視聴者に向けて、これからねプロ目指す人もいるし、まあ、ハイマがこう大切にしてきたものだったり、なんかこう伝えてもらえるものがある。そうですね、まあ今もそうですけど、やっぱり子供の時から常に努力し続けることだったり、努力するのは当たり前だと思うけど、その努力を人よりも何倍も、まあ、何十倍もまたは何百倍もし続けることがすごく大切ですし、謙虚な気持ちで常に前向きな考え方をすることもすごく大切ですし、それはサッカーだけではなくて、何かやることによってそれぞれが夢や目標があると思うけど、その夢や目標に向かって本当に俺も那須もそうだったけど、ブレずに本当にとことん、ね、やりきることだったり、さっきも言ったように努力し続けて何かをね掴み取るためには、やっぱり犠牲にしなければいけないものってたくさんあると思うから、本当に簡単に目標っていうのは達成できないと思うので、苦しい状況もたくさんあると思うけど、そういうのをそれぞれが乗り越えて、いろんな立場の人たちもいるけど、ね、夢や目標をこうに向かって突き進んでほしいなっていうふうに強く思います。いい言葉やね。でも本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。